はい、皆さんこんにちは、ジェでございます。すすのさんで、三国志調査にやっていきましょう。私は今長陽さんに報告なんだね。ダモでまだ途中だね。あとね、ごめんなさいね、今日ねライブはね行いません。今回ね、ですから明日も行わないと思いますので、申し訳ないです、ご容赦くださいね。長陽さん、長陽さん、いたね。この人の娘子もらってもいいけどね。なんとも嬉しいもんだな、民の笑顔を見るのはと。はいはいはい。はい、そうだ、豪傑だ。あと巡殺ね、交換しました、豪傑と巡殺ね。長陽さんも巡殺がマックスになっちゃったね。リジュさんいるわ、どうしちゃおう。いやー、お金が欲しいのもあるんで、管理まであと2回そこまで言うともう管理まで行っちゃうんでね。5日だったら手伝おう。8日か、8日だったら手伝おうか、まあ、10日以内だったら手伝おうかなっていうような感じですけどね。あ、でも9日だったらやめたかな、微妙だね、そのラインがね。お、小沢寺さんが東大部分に仕官しました。源泉さんの任務は中止にされましたね、間に合いませんでしたね、横取りはね。あ、いいセットだね、今のね、孫権さんと孟海さんね。でも孟海さんは酒飲みじゃないのね。あ、しまった、今度これ誰よと。あ、だいぶ増えてきたね、よいしょ。はい、あ、孫権さんがね、たんまりいるんだね。リシコさんもうこの両夫さんの時にしか出てこない人ね、これね。この人もね、なかなかあれですよね、知力60あるのにね、武力69、武力が高いんだよね。でも政治が全然、統率も全然ね。あ、サイエンさんいたわ、これでいっておきましょう。よくしょ、はい、さてさてと。長州さんの天水でも経営訓練ね。いやー、もうね、部下に丸投げですね。はい、で人材いけないかい。ああ、炎鵬さんね、炎鵬さんいい人ですけどね、三国志の5だっけなんかでね、炎鵬さんがね、なかなか折れてくんなくて、折れた後裏切られたんだっけ、なんかそんなことがありましたね。で、私は都市攻略、都市攻略終わっ、あれ終わってなかった。あ、おお、私は都市攻略超こんなとこ落とせるとは思う。ああ、でも、ああ、落とせんことはないね。落としちゃおうか。でも今、同士で呼べる人が、お、あ、ホーガさんいけんだね。あ、ジョエさんね。あ、ジョエさん一般なんだ。ジョエさんもいい人だよね。ホーガさんよりもジョエさんの方がいいよね。ああ、孫権さんね。どうしよう、呼んじゃおうか。もうこの人の喋りが好きなんですよね。やるぞ、ね、これもやるぞ。あと、まあ、丁元さんも同じなんですけどね。君主としても、なかなか、あの人の声はね、いいんですよね。邪魔するぞって言って入ってくんですよね。で、こうなったぞ言って去っていくんでしたかね。なんかそんなこと言ったと思うんですけどね。あの表情が決まるときね。じゃあどうしようか。いや、私はちぎりたいんですけど、ちょっと一遍帰りましょうか。私、人徳ついたよね。あ、あと、弁術か。で、弁術は、あ、この人弁術じゃなかった？あ、農業だったね。あれ？あ、あ、いない。あの人どっか行っちゃったね。え、お亡くなりになった？いやいやいや、政治家はお亡くなりにならないと思うんですよ。武人はね、亡くなることあると思うんですけど、そう、まだ早いですもんね。でもどっか行っちゃったんでね、まあ、弁舌欲しいね。弁舌持っての、誰が近くにいますか？味方の武将で行きましょう。
戦法、いや特技、特技軍事、あらら戦法で勝ったのかな、いや戦法は違うね、あこれが伝授特技だね。で弁舌、あ純優さんだね。こっから、あてか2人しかいないわ、あそう龍華さんとあれなんだよね、この2人どこいるんだろう、俺武藤、金城と武藤、私武藤でしょ、あ天水だ、あ武藤に行っちゃったのか、金城ちょっと遠いね。で龍華さん結構上げてんだよね。でねじゃあ純優さんどうなのと、この人酒好きだったらいいんだけど、あダメだね書物だね、そうなるとやっぱりこちらの龍華さん、この人も結局本なんだよね、うんどっち、あ違うこの人宝物だ、ラックス簡単だわ、じゃあこの人に行っちゃいましょう、よいしょ、で、あとは、あ、館中寄っちゃう？館中方面に行っちゃったね。はい、洪水が発生しましたけど、全然関係ありません。はいはい。いや、本当にね、びっくりしちゃうね、あの、進さんがね、アップで出てくると、もう、きっとね、どうにも動けなく、どうにも動けなく、うんたらかんたらって言うと思うんですけどね。あどうにも動けませんか、あ長州さん頑張ってくれてますね、あじゃあこっち行くんだったら館中寄っていきましょう、館中でお土産買っていきましょうか、あやばいしまった、龍華さんあれ見てなかった、何してるか、ひたしたら不在だもんね、何としても聞き入れていただく、怪獣とかやってるとね、人事とか怪獣やってるともう長い時間帰ってこないからね、さあそうだね、あこれが一番いいかな、もう主張がね怖くてね、あ読んだ裏読んだ、やっぱりああもうこれだわ、もう確実固くいこう、全然大丈夫です、これ間違うとね本当向こうのペースにはまっちゃうんで、それで前負けてましたからね、さあじゃあ仕事2回やって館中落としましょうか、しゅあびっくりしちゃった、あいいね幼少さんね、この人ね酒場誰かいるかな、あいた円穂さんだね、はい、あ張飛はね劉備軍ですよ、あ出れた、出れちゃったね、予想外でした、炎鵬さんが出れるとは、いい人だよねこの人ね、29、25だけど82、79ですからね、まあ統率武力がないんで、戦争にはね出せないんですけど、あでもそんなこと言ったら純育さんとかもだけど、あでも純育さん今回マシですよね、統率が高いんで、純育さん武力ねもうフラフラだったと思いますんで、そういう意味で序書さんとか中太ちゃんがね結構、孔明さん今回はあんまないんですよね、まあ12とかはあの12、11の孔明さん知らないんであれですけど、10ぐらい10だったら60ぐらいあったと思うんですけどね、武力ね、それがあったような気がするんですが、てっきり私がまた勘違いしますかね、周遊さんとか陸村さんは武力あったのかな、あの人はね結構ね、あそうだ、だから三国志1とかを見てるとね、本当は各将さんがねあの文武両道できる人っていうのがすっごい価値があったんですよね、あでも三国志1はそんな価値ないか三国志1武力ガンガン上げれるからね、あの取り囲んで一斉攻撃して捕まえて逃がして一斉攻撃一斉攻撃やってるとあっちも100いきますもんでね、三国志は何重要って言ったら、三国志で重要って言ったらあれだね、あの水軍、三国志の1ね、1だったらね水軍だけはねどうしても手に入らないので、何やっても手に入らないので、1の水軍はねすごく
良かったですね。で、ワンの水軍はどんな効果があるのかっていうと、あの水の上をね、移動力6で渡れるっていう、消費移動力が6で渡れるっていうね。水軍ない人だったら消費移動力10いるんですよね。10ってマックスなんだ。あ、10はマックスじゃなかったか、15がマックスだったかな。なんでやっぱり水の上を早く移動できるっていうのがすごく良かったんですよ。うわー高い、これダメだな。これとこれにしとこう。宝物は私持ってるでしょ。ああるね、そろばん。あそろばんあげるのもったいないな。まあでも仕方がないかな。さあじゃあね、向かいましょうか。ブトね、龍華さんどっか行って、あ勝負やってんの、ね、よかった。あ違うよ今スコーンって入れ替わったけどね。こうだね、早く馬が欲しい。もう馬は必須ですもんね、絶対いりますね。はい、ブトに入りましょう。はい、論議しましょうか。策はござる。はい、さあ弁舌は1個欲しいですね。おい、え何、はい、あー翔陽さんちょっと困ってんのか。あ6日手伝おう。そくそいこ、ありがとう。はい、あ天水から2人出ていっちゃった。あおおお、はい、これくえこれフビラさんでしたっけ。フビラさん、あ違う、フオラさん、え？いやフビラじゃない、フビラじゃないと思うこれ。あで、あ出れちゃった。これなんて読むだったっけ？あオフラさんだ、そうだオフラさんだ。もう本当にね、もうなかなかバカ露呈してますけどね、相変わらずね。さあじゃあ行っていきましょう。そうだね、あなたとはこれでいい。この人統率70あるんですね、すごいいいね。もう軍師だね、軍師な感じが見えないんだけどね。どちらかというと政治、あ政治家ではないのか。いや政治家だ、93だわ。何やった人この人。翔陽さんは翔、あ誰か子供いたよね。あ出てこないか。馬長と、あそう、あの曹操さんに使ってたんだよね。曹操が義勇になると小国に任じられ、宋への代には大夫となった。諸葛亮が北伐を起こすと迎撃の司馬に司馬懿を推薦したぐらいなんで、うん、軍師として何かやったという記憶はないですね。まあ、他に何したのって言ったら、いや分かりませんっていうところなんですけどね私ね。さあじゃあ何か売ってませんか。あ高いわこれは。ダメだ今の私ね、無理だから。どうやって出る札をそろばんあげるかな。よくぞ参られた。はい、お聞きよ。もうこの先弁舌1は必須ですからね。1あるのと何とじゃね、大違いですからね。無視が使えるっていうのがやっぱり、オフラさん5日だったら手伝う。あ10日ダメだ、ごめんなさいね。さあどうしちゃおうかな。そろばんあげちゃうか。まあ私将棋上がったところでっていう感じもするんで、あげちゃおう。要件を伺おう。はい、そうだね、そろばんあげちゃおう。商業レベルね、うん、よいしょ。はいはい、龍華殿のそろばんを譲ろうと思うのだが、とすまない。あれ朱山って書いてそろばんと読まないのかな。朱山塾のとかね、私そろばんやってたんで、私てっきり朱山って書いてそろばんって読むと思うんでしたけど、これここでは全然漢字が違いますね。算数の算になんか書いてますよね。あ、番か、千番の番だっけ。あれなんだい。ああ、楽なのが書いてよかった。はい、じゃあ引き受けましょう。弁舌やろう、絶戦やろうって言われたらね、困っちゃうからね。さあ、じゃあ、どこ行きますか。これどこだろう。あ、指導ね。指導遠いんじゃない。ああ、そこそこ遠い気がするね。はい、何、はい、騎兵こねね、どうぞ。で、あなたは元帥さんが軍師だからね本当もびっくりしちゃう。さあ坂部やってみましょう。あ、やっぱ人徳持ってるからかな、なんかコロコロ合いますね。人徳持ってるから簡単に会えるんですよね。ここにもね、数星さんね、この人もいい人ですよね。
76、67、60、まあ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 、うん、安定してるんでね。もうやっぱりね、あの能力が平均ぐらい、平均ある人、全部が平均ぐらいある人、70、70、70、70とかね、それぐらいの人ってすごくいいですよね。考えがまあ今回あのバカでも戦争ではあんまり困らないんですよね。采配の合計値が下がるぐらいで、昔だったらね、計略とかが賢い人だったら引っかからずに、賢くない人が引っかかるっていう感じだったんですけど、今回はそういうことは別にないですね。賢かろうが賢くなかろうが、何です、流言というかね、うん、引っかかりました、嘘の情報、でしたっけ、儀礼か、あれに引っかかったりしますもんね。もう目が回るような忙しさだって言われてますけど、さあ私はもうそんなことを調査しましょう。はい、龍華殿の恩人と。あ、お時間の方良くなっちゃいましたね。はい、広報層さんと純優さんが、良くなりましたよと。うちの神さん、あ、そう、うちの神さんだ。うちの神さんは、あ、文武両道、一応文武両道でしたけど、頭の方が良かったのかな。というわけで、リシュクさんあ、でもサレさんの方がいいね、絶対ね。サレさんの方が絶対いいわ。サレさんね、思ったほどじゃないんですよね。61、68ですからね。知力61の政治68なんで。さあ、じゃあね、ちょっとお時間の方良くなりましたんで、この辺で終わっておきましょう。ソソンさんでさん、おすじゅうさんね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。